はい、どうも皆さん、こんにちは、もちゃ TV です。ということで、今回やってきました。ウィニングレム2017体験版じゃないぞということでね。早速やっていきましょう。やりましょう。やっ来たね。ここで何が出るか。いやー、ダウンロード版をね、今回予約してるんで、まあガチャ引けるんでね、そちらの方もやっていこう。今回の動画はガチャですね。そうそうそう。というか、最初のガチャ何が来るかっていうことで。うん、何キーコンにタイプ1。まあ通常通りだよね。まるで。セーブね。オートセーブね。何が来るかなあー、これね、メッシ、スアレス、ネイマール。カンプノー。3人のうち誰かが来ればね、最速いいスタート切れるんだけど。サイドバックやめてよ。サイドバックやめて。サイドバックとキーパーだけやめて。アウベス。お、なんだ。もう始まってね。ユーザーデータを作成する。オンライン上で使用するアバターエプリは後から編集できます。はいはいはい。なんか今。ライブアップデートは現在配信されておりませんと。よし。なんかさ、おー、マイクラブ。何、ちょっと人と見ましょうか。プレイマッチ、クイックマッチ、オンラインディビジョン。これがオンディビですね。はいはいはい。なんかスタイリッシュになってるね。スタイリッシュ。マイクラブでしょ。はいはいはい。マスターリーグもありますね、普通に。いや、最初のガチャね、アウベ攻めてね。ほんと、アウベ攻めてね。これだけ言っときたい。いやいや、キーパーみたいな、俺、キーパーも。お、なんだなんだ。地球。スカウトを世界中、なんかスカウトなんか取れんだね。どんどん来ちゃいました。なんかスタイリッシュやな。いや、いいね。ビルドユアチーム、クリエイティブはレガシュ。お、来た。ようこそマイクラブ。これからあなたのクラブ。じゃあボストンにしといて。ボストン。ボストン。うん、ボストン強そうでしょ、お前。出身どこやってよ、ベストなクラブ。これ重要だな。ちょっと待って、アジアから、アジア、どうせならアジアがいいんだよね。まあね、ドルトムント使いたいって気持ちあるんだけれども。あ、でもさ、あれってさ、所属のやつってさ、なんかあの、今回マイクラブのあの、接続のやつとかに関わってくんの？わからん。日本にしとく？日本にしとくか。怖いよね。日本の足立にしとこう。うん、日本の足立気持ち悪いってこと？足立区に住んでねえけど。うん。OK、OK。ジャポンの足立ね。うん、他にもあんの？いっぱいある。ただね、なんかよくわかんない。どこでしょう。いたわ、ボルシャドルトムント。 FC 東京じゃない？じゃあ FC 東京でいいよ、うん、あ、まあ竹下がいるからな。そうだね。じゃあ FC 東京でいい。バルサに入ったよ、あいつ、うん、知ってる話。え、また買い物してね。買い物してっていうか、竹下は18歳バルサ復帰。うわ、すごい。バルサからもう正式カップ。うわ、確かね。 FC 東京、いや、チーム違うから。実況チーム名、デフォルト。え、変えられんのこれ。うん。早くガチャ引きてよ。落ち着け。早く引きてよ、俺ら。ちょ、待て。監督来た。なんだよ、お前。監督とかいいよ、もう。ガチャ引かせろ。監督さんだよ、お前。監督さん？監督さんと。お前、結構古いぞ、お前。ちょ、待って。これ重要だから、本当に重要だから、ここ。確かに。まあ、でも最初マネージメント280しかないんだ。うん。低くね？うん。そしょうがない、最初だもん。サポート業 2？2。ディフェンスライン高さ、コンパクトです。どうなんだろうね。フォアチェックアグレ、まあ、フォアチェックアグレだからいいんじゃない。うん、ちょっと待って、フィッシャー、これも3か。3、フォアチェックアグレッシブ。あ、サイドラインが、でもこれでもいいかもな、うん、あ、でもこれショートパスか。こっちは、あ、これダメだな。それダメ。上の2個、その灰だ、挟まってます。アランブル、アランブル。ポゼッションだよ、これ一応。いいじゃん。ただ、ラインが異常に高い。鬼高いじゃん。フィッシャー。これはね、攻撃タイプカウンターなのよ。ツートップじゃないんだよな。やっぱこっちか。2番目か。2番目だね。2番目だな。ライン高くてもしょうがねえな。そう、これいこうか。うん。契約する。まあ、最初だから。まあそうだね。おちょ待って。大事。レンタル。レンタル？誰レンタルできんの？ズラタン？それ、ボアティング。だからどこにして6ペン。そんなのさ、ガチャ引かせてから決めてくれ。サンチェス決めさせてくれよ。おー、いっぱいいるやん。おー、誰がするか、この金と。出て上やろ。え、どうしよう。ちょっと待って、でもさ、これおかしくない？契約期間で、最初レンタル最初もらったじゃん。俺もややってるもらったじゃないでしょ。いや、だけどこれ先に引いちゃったらさ、来ないってこと？いやいや、来る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 。来るよ。ただ待てよ。いや、だってレンタルで先来ちゃったらさ。あ、そうだ。罠じゃない？罠だ。罠貼られてる。罠見、罠見。うん、罠張られてるでしょ。6ペンとかしとくじゃん。契約期間も長いし、7年で。レベル高いか。どうなの ?6 ペン。でもさ、考えてみ。チェックシーバーで3年だよ。速攻あるよ。速攻いっちゃうってことで、最初の間、抑えになるんだ、結構。で、その、かつ、
ベストなんとかって引き中で、じゃあイブラヒムの方がいいかな。いやでもイブラヒムってベストなんとかに入って多分入ってるじゃん。それでイブラヒムとかもうなくなっちゃうってことだよ。来る確率、来る確率、ボアテングも入ってるじゃん絶対。でそれだったらロペオじゃないね。ロペオ入ってないの？入ってないと思う。しかも7年だよ、しかも契約期間。考えてみ？じゃあロペにしよう。ロペに、いや俺ロペ行けよ。お世話な。逆するよ。ロペ行け。逆してた。なんかちょっと最初から罠にはめてくるな。罠びね。あんなのなんかね、二台に出しながらいろいろいいやつって大変なんちゃう。はい。はい、ガチャ引かせろ。クラブの初期管理よね。ガチャを引かせろ。落ち着け。ガチャを引かせろ。落ち着け。俺らね、上がりすぎちゃうとこあるから。丸をさせろ。基本的な遊び方いいよね。チームマネージャーで所有してる感覚と。あ、でもなんかオークションがなんじゃんみたいな。セレジェントね。はいはい。よっしゃ、来た。これが、あれ、まだや、まだや。まだや。なんだお前まだや優秀な選手を獲得できますよって。はい。何？なこれ、え、始まってんのこれ？始まってんじゃん、始まってんじゃん。金こんな感じになってるなんか。金じゃん、金じゃん、まだ金じゃん。え？金やん。いや何これ、何？ん？何これは？教えて。何？最初に光る、最初に光る。めっちゃ光ってる。ちょっと待って、FC 東京の日本も結構いいやん。ポドルス来てるよ。え？当たりじゃない？まあレベル1だからね、そうって当たりやん、結構。ポドルスキ当たりだよね、うん。おめでとうございます。体強そう。やけにごっついやつ来たなと思ったらポドルスキ来よった。いいじゃん。スカウトね。これでスカウト使ってこれ新しいじゃん。これちょっと見ようか。うん。ちょっとガチ引きたい早く。さっきのなんなん？わかんない。スカウトをセットする。あ、まあ、マイナスと同じか。あらかじめ3人のスカウトをプレゼントしておきました。1人目はチュートリアル専用の選手を選ん。1人目はチュートリアル専用のスペシャル。うん、あ、これか、うん。獲得候補となる選手は確認できます。あ、これでもう確認できるんだ。この人は出ますよ、みたいな候補リストが。あ、なるほど、なるほど、ね。こんなんなかったね、2015。すごいじゃん、じゃあ。じゃあ、めっちゃいいやつ連れてくるって可能性があるわけだ。そう。え、それってさ、もう手に入るってことだよね、要は。ゲットできるってことだよね。そうそうそう。すげえじゃん。じゃあ、すげえスカウトがいるってことだ。そう。で、複数のスカウトセットそれぞれのスカウトが持つグレード平均化されて、あーなるほどね。そう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 、この状態で交渉以外やってみようか。まあこれ変わんないよ別に。なんかもらえるんでしょ。うん、 GP もらえるね。あ、白白、なんかピャーンみたいな。そう、かっこいい光り方。おお、2000ポイント結構もらえるやん。もらえるもらえる。もっとちょうだい、もっとちょうだい。いいよお前、ためんなお前が。キムバイロン。お前名前的には香港やぞ。まあいろいろなんかありますな。やらしてお兄さん。オークション一覧とか。ちょっとガチャ引きて。オークション一覧でもこれやっとくと全部 GP もらえるんじゃない。そうだね。それでは最後にマイクロ実績について説明していくと。うん。もういい。もうなんだ。わかったわかった。これ多分あれだよ。その達成状況。ああ、なるほどなるほど。はい。マイクラブコインがもらえるんだっけ。そう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 。これでなんだっけ？選手のなんかいろいろできたりすると。それでいよいよマイクラブ。あ、マイクラブコインって現金じゃん。現金。現金最高。一番欲しい。金最高。さあ、聞かせろ。今コースト、今作が当然新規のスカウトオークションを開催中。来た来た、受け取り箱。スカウトオークションどうやってやるの？いっぱい来てる。まず何かやるの？お兄さん、まず何かやるの？待って、落ち着け。さっきポドロスキー寄った。いいか、これ受け取るから。さっきポドロスキー寄った。沈まれよ、沈まれよ。びっくりした。これ引く順番をね、誤った場合恐ろしいことになるから。何か引けばいいの？まず、まずあのカスなガチャから引いて、うん、最後にカスなガチャ何？あのなんか75以上とかあるじゃん。お前引く前に向かって、お前コナミさんに向かって、お前カスなガチャじゃないよ。なんで頭叩く？お前ねえ、あかんよお前。いいやつ今これから引きたいのは、カスなガチャなんて引っちゃダメだよお前。そうそう、するなよ。夜中やぞ。おとなしくせえよ本当に。夜中大絶叫するよ。やめろ本当に、起きちゃうみんな。ちょっと待って、ここはちょっと一回取りますよ。お前2万6000もう止まってんじゃん。ないということでね、受け取り箱全部取ったので、あ、待って、クラブ拡張しなくていい。まだ、あ、まだいいか。まだいいでしょ。関係変化。え、今パンパンでしょ。パン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 じゃない。パン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 。どっち？よっち。これまず、まずこれは2回引けるやつじゃん。うん。これまずこれじゃん。でこれウィニングルームエージェント、よくわからん。でも獲得、でもそれが雑魚でしょ。いや、雑魚5個ぐらいあるでしょ。いや、落ち着けちゃうね。なんかこれ結構いい選手もおるね。名刺とか。いやでも雑魚、雑魚がおるのは、ザコってあんまよろしくない言い方だけど、これこれはほんとどうでもいいガチャだから。じゃあ早くそこから引こうよ。じゃあ GK から行く。うん、怖い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 。ちょ、願い、ノイヤ願い。 GK 早くない？ノイヤ願ったら、はい、もちろんちが心配じゃん。怖い、待って、ちょ待って、ちょ待ち、ちょ待ち、はい、早くね、球のスピードが。早い、今回もう見させない。え、ケンちゃん、ちょっと当たりじゃん。よくないじゃんこういう流れ。キーパーで来たらどうなるじゃん。こんなの当たりだからね。
いやいや、だからキーパーで来たら、ちょっと待って。カメに。どうした？カメに。攻撃的 GK だって。カメに。東京ガス。カメに。ちょ、聖書先生見ていい？はい。あ。相性相性。75、まあまあ。いい、まあまあいい。ちょっとでも黒人のキーパーで俺信用できないのよ。マイクラメンバーすぐこぼしてるようなイメージがある。頼むよ。え、マネジメント能力向上。あ、待って、今もらいたいじゃん、マネジメント能力向上、うん、多分それ入れるとマネジメントが上がってくんだと思う。あー、なるほどね。そうそう、今もらいたい。ちょっと待って、もう一回確認しますね。ちょっとね、今ちょっと早かったね、ごめんなさい。ディフェンス、もうこれはね、もう望んでない。ここボアティングでしょ。あ、来ねえか。これ来ねえ、だって黒玉さ。いや、もういいよいいよ、はい、来て。ないやん。ひゃっていいよ。ひゃってやる、今なんかなるのね。ちょっと、これ引くの？引くの？あなた。ちょっと早くない？ちょ、誰だお前。ちょっと、え、フェリペじゃない、フェリペ。なんやお前、フェリペ、フェリペ。アドレッドマドリーやん。やった、タップ188あるやん。いや、強いからマジ今作来ちゃった。いや、まだこれザコ、ザコ玉でしょ。ザコ玉やお前。お前すごいじゃん。やるやん。お前ね、肩パンしとんじゃん、お前。やるやん、お前。お前、相性93じゃん、お前。すごい。だから来たんだなって感じするもん。ちょっと待って。いいよ、いいよ。ちょっとさ、これネイマール、ほらほら、これ、あ、ヒロカイフこれじゃない。これもしかしてさ、最初に引くやつ、いいやつ出すみたいな流れないよね。ないでしょ。そんなの、怖いよ、俺。とんだ作詞だよ、お前。いや、俺、そういうのもあるんじゃねえかなって思うよ。最初から引いてるやつには、なんか。ちょっと待って、これさ、黒玉来ちゃう、このタイミングで。うん、ここや乗ってるとこちゃうよ、お前。ああ、まあまあまあ。まあ普通だよ、これが。まあまあ普通やろ。怖いよ、逆に。上がらされないと、お前。いっぱい来たら。もうちょっと上がらされてる。髪やばいやん、お前。え、ちょっと待って、ダニーロ。え、まあまあよくない、別に。悪くないやん。コインチャスね。うん。一応ね。髪ペターしてるよ、お前、ほんとに。相性どうなの、相性。教えて。69。うん。そんなに高くないな。うん。こっから上げようと思うと、ダニーロじゃ、ちょっと気分上がらない。スペシャルトレーニングコーチ500角、エージェント仕様の特典のアイテムを獲得しました。育成から2年の選手ないですよ。なんかいろいろもらえるんだね。うん。かなり変わってるね。さあ、フォワード。さあ、フォワード。1.9 やろ、確率。それさっき聞いてたの？そうだよ。すごっ。すげえよ、お前。1個しかない。こんな、お前、もう球がもう回ってる中で1個だけやろ。球の流れも早いよ、すごい。早い。これ、どっちかも。流れが早い、球。ここやろ、球。球やろ？ちょ、狙うな、ここで。うわ、来るな。いいんじゃん。なんか、やだなこの流れ。しかもいいスペース。え、いた！金で引くのってあるの？え、誰？金で引くのってあるの？え、そうです？じゃあ？ノリート？まあまあいいじゃん。ただ、スペースとポジションかぶるなぁ。え、ちょっと待って、金で引くのってあるった？あるた。ノリートじゃん。GAC やんってどこやん。ノリートってさ、マンチェスターシティじゃなかったっけ？この音楽と合ってるような顔してるわ、こいつ。こんな感じ。うん。93だし。ちょっと待って、怖いな。ちょっと待ってよ。93? これでさ、俺さ、93、何が 93? はい、相性。ああ。これで俺本当にキーパーと来たら本当怒るよ。いや、だからそういう流れなんじゃない？怖いよ、やだなぁ。これどっち引けばいいんだよ、さっき。え？何が？なんか1個、あれでしょ？ウィニングイレブンのシリーズの中から誰が出るかみたいなのあるんでしょ？そう、これ一緒だから。うん。特攻法リスト。あ、でもそこでバルサの選手来るかもしれないし、ね。これが80以上。そこでバルサの選手来るかもしれない、うん、ちょっと待って、ここちょっと引きなさいでしょ。75、多分ここ関係ないからね。ああ、OK、 4.0 だよ。でも上がっちゃってる。上がり中、上がり中って感じ。たまーたまーって、たま早い、流れ早い、流れ早い。2つあるから、いけ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 、うん、来い。おー、なんだお前、金多くねえか。ちょっと待って、走っちゃうんじゃないのこれ。これ金多くねえ、紙ってない。いやー、誰。え、待ってるじゃん。え、まあまあええやん。センターバックでこっちまあまあ使えるやつ。しかもバルサ、まあバルサもバルサか。左真ん中。あ、フィジカルコンタ94。めっちゃ強い、体。すごい。お前どないすんねん。髪が可愛い感じ。赤ちゃんの感じ。ちょっと、え、戦術トレーニングどういうこと？エージェント仕様の特典アイテム。なんか入れられんだな、なんかいろいろ。それちょっと最後確認しよう。とりあえずガチャしていいから。おい、これか？ちょっと待って。10番。わかんなくなってきた。ウィニングレベルエージェント先引いた方がいいのかな？だってウィニングイレブンエージェントってさ、なんかそういう香川真司とかそういうのいろいろ入ってるでしょ。そうね。ホンダも入ってるやん、うん、見る顔ナンバー10だもん。お、似てる。ナンバー10、うん、もうちょっと目ギョロっとしてるけどな。うん、アバーテ、うん、この辺別にいらんな。マジか、ここ引く可能性あるな。これだな、次。え、これでしょ。スペシャルエージェントじゃないやん。え、スペシャルエージェントでしょ。
相当やべえやつじゃないの。やべえやつで、まあ、80条が来るってことだね。だから、先に入れのやつやんないでしょ。いや、何をしたいかというと、多分このあこれあるじゃん、バルサのやつ、うん、これを確率も上がったじゃん、さっき52やったけど56やったよ、うん、バルサの選手で出尽くせば結構確率が上がってくるってことだろ。早くやれ、じゃ早くやれ、これいくぞ、早くやれ、落ち着け、早くやれ、落ち着け、早くやれ、落ち着け、そわそわするな、早くやれ、おキキ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 カメにどうする、カメにいきなり放出する、カメにオブラク、ちょっと待って、アトレチコの選手を追わない、そう、待って、どっち使ってみたら、こっちだな、断然東京ガスが似合う男、また一人出てきてしまったか、カメに放出、やめろ、カメに放出、ガチャ楽しい、はい、引け引け言うな、はい、引けよ、引け言うな、ボタンを押せ、ここ行っちゃ、黒もら見えてないやん、黒が、あー黒こうへんのこれは、うーん、もう引くわ、よく引くよ、ヘッドもしちゃってる、よく引いたら引くありがたみがなくなるよ、シュルレ、ケイン、ケインって今大ブレイク中の選手じゃん、でかいやつ多いね、うん、ラインブレーカーいいんじゃないの、いいよ、でかいし、うん、決定力高え、こいつ点めっちゃ取ってたやつだよね、確か、そう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 、トットナムの選手だよね、マネージメントのこれだよ、だからこれでチームのマネージメントが上がってくるんじゃないか、ね、勝手に、そう、ブイブイで、これ上がってる、上がって、まあ上がってないけど、ベスイエ90、これメシコ、こっちかな、え、いや、なんかウィーレのさ、トップエージェントみたいになかった、ちょっと待って、いや、これ最後に引いた方がいいのか、だってこれはどうなんだろう、だってどっち先引けばいいんだろう、こっちかこっち、これがあのウビファのベスイエで、これがウィニングレームパッケージする、彩った選手、パッケージから引けばいいんじゃないですか、パッケージから行こうか、うん、こっから行けよ、絶対そうでしょ、パッケージだって外れまんだから、え、保有選手の拡張なんだろお前、空きがね、空きがね、あ、拡張しろ、捨てるな、捨てるとまた出てくる、保有選手の拡張、あいつら捨てるとまた出てくるよ、準備払うよ、でもカメには出したい、やめろ、え、すごい、接触めっちゃ広げるもん、まあいいか、それ後でやるか、後でやろう、うん、これ行くよ、行くぜ、来い、表紙、メッシメッシメッシ気持ちメッシ気持ちメッシ気持ちうささ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 きたきたメッシ気持ちメッシ気持ち、これ確定じゃない、もう確定じゃない、左でメッシ、え、誰だお前、あ、ビールビールだ、ビール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 走った、はぁこっちの投げろ、はぁやったー、はぁペイペイ、やばくない、やべえ、やべえやつ来た、 MD ホワイトマッキー、やべえやつ来た、全然今作最強だろこいつ、ベッカムみたいな髪型して昔のちょっとハゲてんだよね、うーん、かわいい、やべえ、やべえ来た、ちょ、髪ってんべえ、来い、もう2つ引け、任せろ、引け引け、どっち引いたらいいの、これこれ、こっちこっち、ベストイこっちか、まあ、これはわかんないね、こっちでいいんじゃない、バルセクさん、メシ気持ち、メシ、カミツキ、カミツキ、めっちゃ黒、絶対黒濃いよお前、これ聞いたらまた怒るで、黒カモ、頼むで、黒カモ、黒カモ、おーい、ファッ、ファッ、バックがいいな、ちょっと待って、引かない、引きもしねえよ、引きもしないお前、誰だお前、逆に新人来てんじゃねえぞこの野郎お前ちょっとまあ落ち着け、ここちょっとね、飯気持ち、飯気持ち、まだある半分だから、飯気持ち、次が来るってこと、押す、おろす、うん、マルチョ、おいし、キング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 、お前ちょっとふざけんなよ、なんで壊れ引く、キーじゃん、待って、キーそれいらへんから、マジで第二キーパー来んなよお前、しかし手足的に来ちゃったじゃん、あれもうちょっと亀に放出だなこりゃ、でもさ、放出しない方がいいんじゃないの、うん、放出しない方がいい、でも今季ぶっ壊れと言われる、多分ぶっ壊れ、っこれ頼む、これ来てくれ、一人一人一人頼む、ベールだけでも物足りないよマジで、うん、ベールいいけどネイマール欲しいよお前、これはもう、待って、これ金あるやん1個、うん、これ引いたら、それ引けない逆に怖っ、え、ちょ、怖いな、おー、危ねえ、危ねえ、危ねえ、メッシュ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 、右だ、右だ、右だ、ネイマー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 、愛されてるな、やっぱネイマー、ウェイ、ウェイ、
ウェーネイマール来た右左ネイマール右ベールあ左ベンチロッペいらなちょっと素晴らしいちょっと待ってよあともう一人欲しかったね欲を言えば、でもテルシュテーゲン来てるよ93だしうんシュッとしてね東京ガスで頑張ってくださいやじゃって俺給料は高いよでも、うん、スポンサーがでかいからねなるほどねインフラ系のスポンサーだったらぬくぬくできちゃうあいやトップエージェントとか今引けんのまあ今引かないけどねああこの黒の確率低いね結構でなんかあれが出てくるでしょなんか、ね、85以上が黒なんだってね今回ちょっと、ね、あそうなんだちょっと絞ってるんだそう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 ポドロスケの兄さんは いますちょっと待って、ちょっとメンバーの決めてちょっともう一回取り直しますね。Okay. はい、ということでね、ちょっとガチャで獲得した選手をいろいろいじってみたんですけど、まあ今のところこんな感じかな。まあケイン、ベイル、ネイマール、ロッペン、まあこれレンタルですね。あとフェリッペ、マティウとかね。ロッペンはレンタルだね。ロッペンレンタル。まあちょっと中盤が弱いから、ちょっと中盤補強したいのと、ね、あとやっぱりセンターバック。またちょっと3000円分ぐらい PSM カード買ってきて、ね、中盤のガチャやるかもしれない。そう。中盤のガチャとかやってちょっと補強してねベールとでもネイマールは熱いねやばいこれは本当に来た、うん、だからまあ前回もネイマールいたけど前回に言うと俺ネイマール愛されてる愛されてるねだからねやっぱりまあ明日、まあ、今日これ撮ってる時はあれか今日だもう上げてると今日か今日だから TS をちょっともうちょっと上げないといけないから、うん、まあガチャの動画撮ってその次ぐらいにね試合の動画も撮れたらねそうそうそういいかなっていうふうに思ってるんで、まあ、ただまあそうねそこら辺がやれたらいいかなっていうそうそうそうもうみんな結構なんかレーティングとかやってるじゃないそうでもね焦らず行こう焦らず行こうかな焦らず行こう焦らずなんでね、まあ、こんな感じでやってなんかいろいろねちょっと新機能も あるんですけど、まあ、そこの辺もねちょっと分かった上でねこれからお伝えしてなんか多分ねアイテムとか入れられてチームスピリットが上がっていくんだと思うんですけどちょっとね今ねこの監督で果たして TS 上げていいのかっていうのが分かんなくて今監督ちょっと見たらねあんまりねいい監督がいなかったんで、でもこれ多分また更新されてっていい監督が、まあ、出てくるから、まあ、そこら辺しょうがないんだけどね。うん、初期の監督、これは結構いいなと思うけどね。いいと思うから、それを、なんか初期の監督をサブに入れて、本、なんていうの、ちゃんと本、あれ、いい監督を取ってマネジメントだけもらって、うん、っていうやり方でね、まあ、バーチャットみたいな、うん、やり方でちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、ということでね、また次回の動画もお楽しみにしていただければ嬉しいです。次回はガチャだぞ。そう、ガチャで3000円やるんでね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アモーレ。